別所吉春は、安土桃山時代から、江戸時代前期の大名、田島国屋木藩主、別所重宗の子である。異説として、実は、重宗の甥い、長寿の子であり、天正8年に、三木城が落城した時、家臣に連れられて落ち延び、重宗に保護された、とする説がある。天正19年、重宗の死により、家督を相続する。 文禄元年の文禄の役や文禄三年の伏見城追記など豊臣秀吉の家臣として尽力した。うにより田島でヤギ漁を賜う。慶長五年の関ヶ原の戦いでは西軍に属して丹後田辺城攻撃に参加したが、戦後徳川家康からなぜか所領を安堵された。これは吉原のおばが徳川秀忠の乳母であったためと言われる。また、 義弟の孫次郎が、東軍に組みた功によるとも、田島や義領から丹波由良藩に天保となる。慶長二十年、大阪の陣の先行により、丹波国内に五千国を加造されて国高は二万国となった。しかし、官営五年、下病で参勤を怠り、その裏で高狩りをしていたことが発覚。幕名により解役されて、大名家としての別所氏は滅亡した。 慶安元年、長男の森寺は赦免され、後千病を与えられて子孫は七百国の旗本として存続した。吉春は、息子の下で余生を過ごした。吉春は特に悪性を行ったという形跡もなく、海役の理由も、病と称して、高刈りに興じて、参勤を怠ったという理由以外に、前室の秀忠の乳母をそりゃくに扱ったから、など諸説あり、 その改役された、正確な年月日すらも諸説あってはっきりとしていない。また同じような理由で改役された人物も少ない。幕府が、こじつけのような理由をつけてまで改役までに至らしめた、理由については、諸説あるが、弟、正幸が、福島正則の養子となっていること、関ヶ原の戦いで西軍に遺族して、丹後田辺城を攻めた経緯があることなどから、 安定期に入った江戸幕府から旧豊臣系の大名として認識され、戸様大名の改役政策の一環として目をつけられていたからではないかとする考察がある。また、当時幕府が次々と全国の金山、銀山を直轄領とする政策を打ち出していたが、吉春が田島国洋府軍の中瀬鉱山の金山奉行を務めていた関係もあり、 これを幕府が取り上げる意図もあったのではないか、などともされている。ありがとうございます。